12月26日の誕生花ガーデンシクラメンについて、花言葉、ハニカミ、内木、ハニカミ。ガーデンシクラメンは繊細で優雅な花姿を持ち、花びらが優しく開く様子が、まるで花がはにかんでいるかのように見えます。このため、ハニカミは、花の優雅で控えめな印象を表現しています。内木、ガーデンシクラメンは寒冷地域に自生し、寒さに強い性質を持っています。しかし、その花が地面に低く広がる姿勢や、花びらが内向きに咲くことが内気や控えめな性格を象徴すると解釈されています。特徴、12月26日の誕生花ガーデンシクラメンは美しい花と独特の葉を持つ多年草です。花は優雅でアーチ状に咲き、白、ピンク、紫などの色彩があります。特有の葉は心型で模様があり、寒冷地域で冬に花を楽しむことができます。ガーデンシクラメンは耐寒性があり、庭園やコンテナで栽培されます。湿度を好み、遮光下での育成が適しています。美しい花姿と独自の葉模様が冬の庭や室内の観葉植物として人気を博しています。